ろいろ、うん、そう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 。ほやけどな、シコはな、次の大きい時はな、橋外しちゃったもんね。外したけいけんで、ね、ほやけな、他のポンプ明日は連れて行ってもらいたい。シュウジ君が連れて行ってもらいたい。いや、いよいよ味釣りだよ。これちょっと前後味、ちょっとこ、ね、ちょっとこ、味釣りやりましょう。前後味な、刺身にしたらよいよいし、秀一君は大きい味よりかこれほどしっかり味。これがネズミ島。あ、これネズミ島？ネズミ。ネズミがいっぱい。クジラだな。クジラに見える。ネズミの形？こいてた。マーチの人。もうな、税金ばっかりいるけんな、うん、そこのクジラ病院へ打ったの。あ、じゃああれ真打ちだ。そう、そうで、あの島、ここのクジラ病院へ打ったの。鳥がこうやってやった。今年、今年か去年か。何あれ、なんでこうやって開いてるの。それまではマーディの鑑定してたんじゃない。でも大体ブスブスってあるんだよ。ずっとほら、こうやって開いてる。で、足このな、なんでだろうね。あの減ってからな、ネズミの尻尾で来たる両脇にニナや、あの貝がおるよ。磯に、磯下が。あそこね、電気は行ってるもんね、あの。なんかありましたね、電気の柱。ほんやけんな。キャンプも、前はたまに潮を出したテントな、張っておる。ほいで、こっち、こっちにはな、ネズミ島の、あの人らがな、あのかき氷したり何したり食べるとこや、休むとこ休憩しようもあって、こいで一歩のとこはまたネズミ島の観光の人らが来た時の接待ができるとこもあったけどな、今はもうやめてしまう。ここまでが、ここまでがまあない。こっからカーカーカー丸かな、丸かな、丸かな。去年、昨日は気の毒なかったかな、あのな、あの、おーすげえ安かってな。こういったら今日はな、少し上がっとるかな、あの日の丸とここのマルカとマーナが御三家ののよ。西上のミカ。天皇賞御三家。天皇、うん、天皇杯はもうマーナ断トツに早うに37年。あ、水が入ってる。これは道作って。昭和38年にもろんだもんね。道、道ね、水だって。道を作ってます。わかるけど、水が入ってる。ここら辺は、うん、まだまだ。もうこの前ぐらいの時間もろとな、遅かったみたい。パレード待ったんで、天皇杯もろった時や。天皇杯は1回しかもらえんのとな、うん、私な、ええ年は何回でももらうかもんならさ、違うかって言ってるじゃ。天皇杯は1回しかもらわない。ガイナパレードやった。あ、ここやってるじゃん。チョコバーじゃん。そう。これ土曜日だからだ。神止まりが売り。この前やってなかったもんね。人をや、あのな、雇ってな。人を雇って売り寄るくせ。家ではね、やっぱ油使うからできないんだけど、うん、処理が大変じゃないですか。うん、たくさん人数いるときはね、うん、そうそうそう、早く作れるから。そう、うちらもほんと唐揚げ。いやいや、8人見たらやっぱ唐揚げだね。唐揚げも嫌ならんか言うほど唐揚げ。子供たちも多分好きだ、うん、子供好きだね、唐揚げは。俺あの正月に家族がバッと集まるときあるじゃないですか、親戚とか、で、唐揚げだいぶ人と世話ないけど、唐揚げ物が多いですよ。そっちの方が楽だもん、うん、楽なもんな。日本食なあれするよりか唐揚げら、うちは母親があんまり料理作らんかったんで、案外な、あれ
先生とかな、やっぱり議員さんやあがいな人らは作んなはらんかい。ちっちゃい時は作ってたんですよ。それは俺は子供の頃。そうよ。作らんたった勝家知らんそうそうそう。仕方なくちゃんと作りたい、うん、案外な利口な人はな案外な死なはらん。まとめてね、うん、大人になってからはね、俺らが大人になってからね、だいたい俺が作るの。あんな係作ってくれる。長男は要せんのやない。長男はダメなんですね。そうやろ置いたら次男がせんといけんな料理も知らんがに、鍋やがいなのしか知らんがに言うて言いよったらな。ちゃんとねインターネットでわが調べてはな。いや、ちゃんと和食も作るし、置いて、あの私と八幡浜の姉ちゃんとが教えよったよ。あ、そう、うん、置いてからな、あらえりこれ教えとらんが、すかげんどがいな、どがいに調合した言うたらな、インターネットで言って、うん、どうしてもね、子供がたくさんいると、子供の中心の料理になっちゃうな、うん、もっとなんて言うんだろう、そう和食少なくなる、うん、結構いろいろなの作る。結構ね、わかる。いいよ、エリさん、ママよ。魚料理になったらお母さんが下ごしらえしてやるよ。いや、俺、煮魚はお母さん作ってるもん、うん、ばっかり思ってた。私、大概作って、こないだの、あれは、イエリがあら炊いた。あら炊いたのもお母さん炊いたんかな。私、大概私に炊いてな。母ちゃんのかよちゃんがな、ひでみ姉ちゃんが、あら、あの、たかのりさんが喜んで食べならや言うけんな。普段の時はな、うち、あの、私食べるぐらいの時でもな、かよちゃんとこの子作ってやる。おいたら、たくさん炊いてたらいいですね。うん、ようたくいよ、私。こうやって小さい時から魚に育っとるけ、小さい時から魚食べよったけ。いや、魚三品とかね、うん、信じられないメニュー。うん、ね、うん、嬉しかった。海の幸三品。いや、素晴らしい。一品つくかつかないか。うん。おいた今日は弁当取って持ってきなはったけんな。今日弁当どうすんだろう。おいたらな、うん、あの昼はいらいなって、うん、おいたら夜でも、あ、いい、あれ、うん、全然、うん、おいてんな。昼はな、あのコーヒーとな、そのパンケーキら食べたらな、もう食べれんけんな。それは私のおごりやけんな。食べてよ。昼ご飯がさ、